はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕の動画でもお久しぶりでございます、二郎系ラーメンをね食べに、こちら千葉県の稲毛の方に来ております。今回ね、いただきますのがラーメン吉富さんという、昨年の9月頃にオープンされたんですけれども、もうすでに外に行列ができるほど人気店となっておりまして、僕もですね、こちらのオーナーさんには以前からいろいろとねお世話になっておりましたが、なかなかオープンしてから食べに来ることができずにですね、遅くなってしまいましたが、今日はこの吉富さんのですねラーメン、そして限定で販売している混ぜそばですね、こちらの2種類をいろいろと堪能していこうかなと思っております。今回はね、いつも通りまず1杯目に通常のラーメンをいただきつつ、2杯目に限定の混ぜそば、そして3杯目には大ラーメン、豚ラーメンですね、麺量豚ともに増した特大の1杯を食べていこうかなと思います。ということで、本日いただきますこの吉富さんのラーメン1杯目完成しました。めちゃくちゃうまそう。今回ね、この1杯目に関しましては、ホールの方がニンニク、そして油ということで、早速いただきます。この、わかります？すっごい乳化したスープ、やば、めちゃくちゃうまい。肉味めちゃくちゃ濃いですね。うわー、うまっ。こんだけのね、色味なんで、この油の旨味っていうのが強いのかなと思ったら、それよりも肉味、行こうガッツコン。うまっ。ちょっとチャーシューも紹介したいんですけど、まず麺ですよね。うわうわ、この麺うまそう。わかりますかね、太麺なんですけど、ちょっとデロ気味の感じでね、スープ吸ってて、すっげーうまいわ。うめえ。チャーシューもいっちゃいましょうか。うわ、豚やらけ。ちょっと今日ね、一杯目お腹空いたのもあるんですけど、それ以上にうますぎまして、もうあんまり喋れずに一杯目、あっという間にこれ 300g ですよ、完食させていただきました。ごちそうさまでした。スープの旨味の密度、濃度ってのがすっごい、もう一口目からもうね、油というか乳化の旨味はもちろんなんですけど、それ以上にこうお肉の美味しさっていうのかな、詰まりすぎてて、わあ、たまんないな。僕の大好きなね、生卵とか合わせたらめちゃくちゃうまいと思うわ。
ということでですね、本日の2杯目完成しました。2杯目いただきますのが、現在はですね限定で販売しております混ぜそばということで、こちらもいただきます。ちょっとごめんなさい、混ぜそばなんで一気に混ぜちゃいますね。もう香りからトッピングのガリマヨ感ですとか、うわこの唐揚げの香りやば。あ、うまっ。味自体ね、パンチもものすごいあるんですけど、余分の香り、これでね、この上品さもあるし、これダメだな。ショーで注文したの良くないね。これ大じゃないと一緒になくなっちゃうわ。うん、うん、こっちもうまっ。今回ね、ありがたいことに味変でということで販売している有料トッピング、この紅生姜とカレー粉もいただいてまして、この2種類ね、ちょっとね一旦味変していきます。紅と、これ混ぜそばに紅めっちゃ合いますね。めっちゃ合います。すげーうまい。今のところ現状はこの混ぜそば限定メニューなんで、おそらく公開する頃まだ販売してると思うんですけど、これ混ぜそば食べる際は紅もできれば個人的な好みとしては追加してほしい。めちゃくちゃ合います。卓上もいろいろあるから本当は味変も試したかったんだけど、このまんまだとこのベースだけでなくなっちゃうわ。うん、ちょっと麺残り一口二口分ぐらいなんで、カレー粉も味変に使わせていただいて、もうないです。あっという間でございました。うまかった。ちょっとこの後3杯目最後にいただきます大豚、これに関しては生卵もトッピング追加で注文してありますので、最後のね本日一杯残りも楽しんでいきたいと思います。よっ、うわということで本日の最後3杯目なんですけども、ちょっと箸で持たないと崩れそうなんで、今回ですね大豚大豚ですね、それの全増しで、注文してありまして、もう野菜が山。ちょっとこれ早速崩れる前にごめんなさい、いただきます。おー危ない危ない。ベースが美味しいんで、ショー食べて混ぜそば食べて、その後にまたラーメンに戻ってきても、一口目からこのスープがうまい。まあ、まあ豚もこれやっぱ豚入りにすると相当入ってんな。うわ、やっぱ台にしますと麺パンパンですね。
じゃあちょっとこの辺りでね、追加トッピングしてある生卵ダブルですね。やっぱこれですね。箸が止まんなくなるな。ちょっと最後に生卵にね、一味を追加しつつ、この増してある油とこれですよ。いかがですか。うまそうでしょ。うん、うまっ。そしたら本日最後の一口はこのどでかい豚で締めさせていただきます。めちゃくちゃうまかった。ごちそうさまでした。ということでですね、本日はこちらラーメン吉富さんで、提供されているラーメン、そして混ぜそば計3杯ですね、いただきました。うまい、めちゃくちゃうまいです。今回少々大なんで300、300、400と合計茹で前で1キロほどね、二郎系の極太のね、美味しい麺いただいてますけれども、あともうワンターンできるぐらい、本当にね、茹で前2キロぐらい食っても最後までね、おそらく美味しいと思えるであろう、麺、スープ、お肉、それ以外トッピング等もですね、本当に完成度の高いラーメンばかりでございました。今後もですね、今以上にさらに列ができるぐらい人気になること間違いなしの美味しいラーメンですので、この千葉の地でね、美味しいラーメン食べたいなと、美味しい二郎系食べたいなと思った方は、ぜひこのラーメン吉富さんで美味しいラーメン、そして混ぜそばと食べに来てみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。